ここが例の教楼ですわ。おあつらえ向きに司祭たちはいないようですわね。豪華な彫刻ですね。でも扉みたいなものは見当たりませんけど。きっと隠し扉ですわ。何かそのための仕掛けがあるはずですが。ちょっと探してみようか。仕掛けか。この彫刻を動かしたらこんな扉が。これが隠し通路でしょうか。こんな通路があったなんて全然知りませんでした。これほど厳重に隠されてるってことは、きっとこの先が特別な場所につながってるってことじゃないですか。オーケー、それじゃあ冒険の時間よ。
ここの神官さんってなんでこんなに暴力的で容赦ないんでしょうか。神官さんといえば慈悲深い方々だと思ってたのに。四天使陛下の摂政であられる大天使タイベリウス殿下には武人としてのお力も期待されておりますし、殿下ご自身も喜んでその役職を担っておられますわ。配下にも武術のたしなみが求められますし、何より殿下は屈強で豪胆なものを欲しております。それにしても地下聖堂がこのような場所だとは思いませんでした。
大天様、お許しを。目の前で。もう果てたか。寸刻も持たぬとは、よほどの欠陥を抱えていたのであろうな。情けない。半端者の実情たるや、このような役立たずであることに他ならぬ。まさに我が理想への冒涜よな。タイブリウス、ここに湧いて出るとは、墓場が望みか。ちょっとあんた、自分の仲間になんてことしてんのよ。仲間？我はただ欠陥品を処分しているに過ぎぬ。そこに何の問題が？欠陥品って、じゃあ何？バルハラには欠陥のある天使なんていないっていうのは嘘だったの？バルハラは創造の頂点にして究極、その黄金の眷属は完璧。この格言を言葉通りに捉えているのであれば、考え違いも致し方あるまい。よいか、真のバルハラ天使は皆完全無欠である。我らが完璧たる高みに至るまで、この信条は我らの理念であり目標である。理想とするバルハラを目指す過程においては、その道から外れたものなど廃棄されるべき人海に過ぎぬ。欠陥を抱えた不完全なものを不幸から解放するのは慈悲である。この者たちが滅せし後、この地は汚れなき完璧となるのだ。平然と、なんてひどいこと。人族の信徒が増え、マナの供給源も安定し、麗しき無欠の魔界の生産が可能となった。もはや欠陥品を残す理由もない。バルハラの理想が花開くのも時間の問題であろうよ。だが、この遮血作業はなかなかに趣深いものではあるな。同族に刃を向けることが楽しいっていうの？愚問。輝ける理想世界への忠義あれば、なすべき献身である。進みゆく我らの明日のための誉れ高き犠牲、あの者らが使命を全うするのを手助けするのも我の役目であろう。人族では幾度となく繰り返された所業ではないか。大天使タイブリウス殿下。13131よ。その目でしかと見てきたであろう。いかにして我らが栄華を極めし存在となったかを。天使を除く人族ほか雑多な種族は、我々の躍進と波動のための道具に過ぎぬ。こやつらと関われば、そなたの価値をも下げる結果となろうぞ。欠陥品の破片は、かっかくたる我らの未来の建材となるのだ。破壊されるあの者らは、ヴァルハラへの忠義を果たすため、自ら崇高な捧げ物となる。その行為を何故嘆く必要があろうか。あんた命をそんな風に見てんの？なら ID40001 フレイモ。40001、なるほど。ここに来た理由はそれか。他者の会話に聞き耳を立てるとは、無粋であるぞ。
40001には翼を与えたが、どうやら我がヴァルハラの技術と相性が悪かったのであろう。翼からのマナ放射が芳しくない。あれの体は脆弱すぎた。そして一連の処置を初期化するのも困難であった。であるから、もはやあれは。殿下、彼女の身に何かあれば、神父エラスムス様がお許しになりませんわ。だって、彼女は。ふん。エラスムスの干渉壁には並行しておる。あのような愚かしい自警は弱さである。エラスムスがあの雑種にどれほど入れ込んでいようが関心はない。もはや終わった話だ。40001は我が眷属にあらず。あれには忠義のための犠牲すら不要である。我が自ら手を下すまでもないのだ。あれは交渉材料として有効活用されよう。地上に赴き、そこであれの命運は尽きる。どういうこと？他者を気にしている場合かね。猿にはまだ早い！汝には特別な罰を用意しよう。した鮮血をたんと味わおう。
おやつ食べなきゃ。素晴らしい闘争心だ。悠久の昔、ヤヒナ悪魔の首領と戦場で相まみえたことを思い出したわ。あの時の悪魔と同等の力とは、称賛すべき技量の持ち主だ。感服せざるを得まい。我が眷属とならぬか、テビ。お前ならば、ヴァルハラに新風を呼び、人類をもう一段、高みに押し上げられよう。くだらない理想を掲げて、他人の命を軽んじる奴の言葉なんて信用しない。絶対に、あんたみたいな思い上がったエセ聖職者なんかの手は取らないわ。拒絶するとは、残念だ。どの道あれの命は幾ばくも持たぬ。我が使命も全うされるというものよ。やんちゃな小ウサギよ、時間切れだ。タルタロスの無頼官の手にかかればお前の友もそれまでよ。